今回も実況を始めていくぜ。すごいすごい。良いではないか。お、これはすごい。こりゃすごい。悪くねえな。いきなり何してるんですか。どう動かして空いたところに宿屋を置こうと思ってな。ショーターが教えてくれたんだぜ。で、藁の根部屋ができたところで人多すぎて何もできなくなったぜ。ホテル、藁、が完成したぜ。6人一緒なら、藁ベッドでも、きっとあったかい。そしてなだれ込む人々。すごいすごい。お、これはすごい。良いではないか。悪くねえな。こりゃすごい。私って愛されてるな。いいことです。さて、新しいところに来たぜ。砂地のようですね。砂漠か、不思議な地形だな。この半島、ケッパーのいたところだな。もしかして新しいところって近いところなのかもな。新しい鉄発見だぜ。こいつはなんだ、鉄のサソリに似てるな。これは大サソリだにょん。薬草じゃほよの鎖を落とすにょん。必殺の回転切りに気をつけてにょん。にょん。ありがとうな。どうってことありません。にょんに任せて、と言ったではないですか。じゃあ、ネルキド戦終わったらヨウムにプレイしてもらおうかな。やらなくても大丈夫だぜ。単なる思いつきだぜ。その時になったら考えようと思います。進んでいったら大きい土がいたぜ。大きい土さんたちって私たちのことが好きなのか好きじゃないのか、よくわからないですよね。普通に話すときは人間のことが好きそうだよな。人間という言葉に大嫌いだけどという言葉がついてきているのが気になりますね。私はこいつらのこと好きだぜ。なんだかんだ言って協力してくれるしな。新しい素材があるようですね。よし、探してくぜ。あそこになんか違う鉱石があるな。取ってみましょう。了解だぜ。お、鉄か？鉄インゴットを思いついたぜ。少し進んだら人がいるぜ。あれが雪の符の子孫か。にしては、見覚えがあるな。これは毒沼っぽいな。後で確認してみよう。こっちだよ。あれ、これピリンじゃないか。なんでこんなところにいるんでしょう。とりあえず嫌な予感がするが話してみるぜ。素材集めのついでに雪の符の子孫を探してるぜ。ついでだがな。ピリンってそんなこと言う子だったか。お母さん、ピリンをそんな風に育てた覚えはないわ。なんだぜ。どこへ逃げるって言うんだぜ。邪魔なのか、確かにバラバラであることはあるけれど。ピリマリですか、マイナーですね。あ、これ敵だ。あらあら、これ多すぎね。ちょっと待ってくれ。あ、範囲広いな。これってやらないといけないのか。いけません。大サソリに阻まれて、なかなか岸に攻撃ができないんだぜ。毒にも効かないし。そしてリバルができので8倍速アタックということですね。わかります。そして長持ちませんので、もう倒してしまいましょう。20分くらい戦ってたぜ。そこに誰かいるのか。子孫がいるみたいだな。早く助けてあげましょう。お、いたな。いかにも鍵屋っぽい風貌ですね。私はマリサだぜ。おう、大胆カットされてわかんないけどな。それは私たちの町に来てほしいからなんだぜ。その通りだぜ。ほうほう。雪の符の子孫雪の陛下、似たような名前だな。わかったぜ。キメラ使うけどな。お前さんの町に行こう。ということで、町に着いたぜ。よう、これがお主の仲間が増えたね。やりましたね。お、素晴らしい。倉庫建てたせいでロッシがなかなか来れないことが多いんだよな。すまんな。ロッシ、建て直しはしないぜ。へえ。お前、そんなこと言うために必死にかけてきてたのか。泣けるぜ。おう、リューダーだぜ。こいつ強いだろ。絶対。伝説になってるんだな。ここの発展具合がまだまだ気になるのでしょうか。巨大なゴーレムにとって滅ぼされた。か、ロッシと同じこと言ってるな。ロッシの方が信用度高くなったぜ。ここが発展するにつれて、敵も強くなってるしな。守り神であり、破壊した張本人とかいう感じではないでしょうね。それはわからないぜ。おお、いいな、ぜひ教えてくれ。おお、鉄は取ったから大丈夫だぜ。鉄武器思いつき倍速アタック。これが町というものか。よし、ロロンドに報告していくぜ。おう、もちろんだぜ。そうなんだぜ、地獄で一緒に暮らそう、とも言われたぜ。やはりなって。知っていたなら忠告してくださってもいいのではないでしょうか。まあ、抑えるんだぜ。接触させまいとするなら殺してもいいと思うんだが、そこがよくわからないことだよな。おう、もうお話ししていろいろ思いついたぜ。
命の木の実をもらいましたね。最近いいものもらえるから、敵が強くなるんだろうなと思うぜ。またロロンドか。おう、なんだ。ピラミッドか、ロマンあふれるな。記憶像だな。ほうほう。それは作らないとな。2体もか、ピラミッドが一つならいいんだが。硬いならきっと大き槌では無理ではないでしょうか。大き槌の上位盤を思いついてたから作って向かうか。ということでピラミッドのところまで来たぜ。なかなかのデカさ、そしてこの中が細い道の迷路だろうと予測したぜ。あそこに入り口がありますね。と思ったが強そうな敵たくさんだから上に逃げるぜ。曲が変わったな。どこかで聞いたことがあるような気もします。ということで頂上に着いたぜ。吹き抜けですね。開放感満ち溢れてるな。成功法じゃないしここからは入らないでおくぜ。ということで入っていくぜ。ピラミッドで奇跡をつけていきましょう。宝物ありそうだしな。すべてクリアリングしてくぜ。8倍速で送る。第一宝箱発見。この誰？なんだこれ？暖炉。暖炉ですね。何に使えるんだ？光源じゃないですか。そうか。第二宝箱発見。何が出るでしょうね。ゴマ誰？おお？これは強そう。それは落下ダメージ無効化のアクセサリーだにょん。なんだと、いいな。これがあの時にあればよかったのにな。上に登らせてくれ。あー、足が滑っ。オダブツです。マジかよ、初死にがひどいぞ。悲しみだぜ。だいぶ大きな場所に着きましたね。なんかいろいろな人がいるんだぜ。とりあえず聞き込みしてみるか。あ、待って、ここヤバいやつじゃないか。そんなの嫌だぜ。確かに王者ではありますけれど、ここまでしてしまったらもう後には引けませんよね。次はあのガンズロさん。その裁きの炎がうちの拠点に欲しいぜ。次。反応なし。次。反応なしです。次。考え方はわからないでもないですよね。でも、弱い者いじめダメ、絶対。次。お前、本当に生きてるのか？心は死んでるんじゃないか？その人の時代を私が取り返すぜ。何それとても、持ち帰りたい。ここで持ち帰ってくださいって言われたから持ち帰るぜ。これだな。いた。なんだよ、暗くてどっち向いてるかわからないぜ。横から取ってやるぜ。大花武器持ってきていてよかったぜ。よし、ゲット。あともう一つです。やべ、なにこいつら強そう。マリサさん、戦わなくていいですから、早くここから抜け出しましょう。了解だぜ。外速発射で秒が出るぜ。うわ、夜かよ。帰る時には正午は過ぎていましたからね。よし、カットという魔法でお家に帰ったぜ。当たり前だぜ。敵前逃亡。言うな、言わんでくれ。鋼の守りとか強そう。コナミカン、防御的にはいいんだろうけどな。ロシと雪の瀬がゴーレムにとかなんとか言ってるから怖いんだぜ。そうだぜ。ロシだけじゃなく雪の瀬も言っていたから、私は心配しているんだがな。そんな風に言うやつにあまり任せてられないな。カリスマなんてたくさんいますしね。天才的な人を除いてな。次は戦いか。この戦いが終わったら私。何ですか？時間もいい頃だし実況終わるぜ。そんなことで変なフラグ立てないでください。てことで適当に火を吹くぞ、おいて。てことで戦ってくぜ。おう、それはわかるぜ。そうだな、まだ新しい武器使わないけどな。私がやってく。お久しぶりです。あは、あったとしても不定期だもんね。それではどんどんやっていきましょう。鎧の騎士が来ていますね。使用軍団も来た。あはは、いいなぁ。マリサはこんなにたくさんのおもちゃに囲まれて。そうですね。マリサさんが完璧に脳的にされてますね。そして使用軍団が湧くよ。早く壊してあげたい。ほんとここでマリサさん。でもマリサに隠れるところなんてないよ。記憶像はお構いなく敵味方関係なしに火を吹きますからね。
いい感じに回ってきたのに敵が来ない悲しさ。ちょっとわかる。わかるんですか？うん、新しいおもちゃがすぐ壊れちゃった時とかね。ここに来てマリサさん不戦勝狙ってますね。マリサ、ここでは戦い弱いから戦いたくないんでしょう。しかし AI は進化します。ずっとはめられっぱなしじゃありません。あは、マリサ頑張って。応援ありがとうだぜ。あと少しでこのウェーブ終わりそうですね。終わった。次のおもちゃ。もう少しで出ますよ。待ってくださいね。また鎧の騎士。しかし2体もいますよ。戦い応えありそうですね。何の考えなしに拠点に突っ込むバカなんかケチらせ。おっと、ここで町の男性たちが、いざ鎌倉へと言わんばかりに攻めてますが。マリサ、ガレンガー壁作ったから登れてない。なくしちゃえばいいのに、戦力少なすぎだよ。マリサさんは自分より仲間を守る方なんです。だから一人で戦っていいんじゃないでしょうか。いや、夜に拠点にお化け入ってくるから面倒なだけだぜ。さあ、マリサっていい人なんだね。でも優しさで自分殺しちゃダメだよ。あんたそんな登場でズガってきたのでバラクつかけましょうか。隊長出てきたね。隊長は石が使われてしまうので気をつけましょう。え、そうなのか。完璧じゃなかったのか。ロロンドさんの言うことですので、あまり信じないでください。ロロンド姉さん。あはぁ、レンガ弱。敵の数がとんでもないことになっています。危ない。マリサ死にかけ。じわる？よくそんなことが知られますね。ツイッターとか見たらみんなじわってるよ。ツイッターやってもいいです。そのことにじわります。寝る気がやばい。受ける。体力の中が露呈してしまいます。倍速全部倒したよ。マリサおめでとう。じゃあ私お姉様とお茶なの。バイバイ。また遊んでね。はい、さようなら。また会いましょう。やっと終わったぜ。妙に追い詰められてましたね。隊長がこの守り突破してくるのは想定外だったぜ。そうですね。新しい硬い素材が手に入ればいいんですけど。やったね。素晴らしいぞ。よー、やったね。素晴らしいですね。なかなかあるな。よー、やったな。さて、みんなから褒めてもらったところで今回の実況を終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。さて、補修しないとな。